芙美子牛肉今日我が目を慰めるあの若草が明日はまた我が身に生えてたが見るルバイアートより突然蒔絵から鍵をくださいと電話がかかってきた。 今日これから荷物を持ってすぐ行きたいというので、佐々木はびっくりして、どうしたことなのだと聞いた。どうってこともないけど、マッケンジーさんのところ出てしまったのよ。私にはどうしても務まりそうもないんですもの。これから使いのものをやりますから、その人に鍵を渡してちょうだい。詳しいことは佐々木さんが戻ってらしてお話をしますわ。ということだったので、佐々木も。 とにかく嬉しくもあったしそうした事件に興味のないこともなかったので蒔絵の使いの者の来るのを心待ちにしていた夕方使いの者が来た受付へ行ってみると行商にでも来るようなもんぺ姿の老けた女が蒔絵の小さい金縁の名刺を持って立っていた佐々木は名刺を受け取って ポケットから鍵を出してその女に渡したちょうど夜勤の日だったのだけれども佐々木は会社の食堂で弁当を済ませて同僚の岡崎に夜勤を代わってもらった観光陥落の翌日だったので町はなんとなくざわめき前景気のいい活気がどこにも満ちあふれていた会社を出て 東京駅へ来ると、駅前の地下工事をしている赤いランプの辺りに出生兵士を送る群れが幾組か万歳を参照していた佐々木はまるで人とごとのようにこうした眺めにも何の興味もなく商船のホームへ出ると蒔絵の華やかな引っ越しを空想して心のどこかにうずうずとするようなうれしさがこみ上げていた。 四谷で降りて麹町消防署の建物の横を曲がるとどこからともなく鮭を焼く匂いがしてきたアパートの窓を見るとちゃんと自分の窓に明かりがさしていて引き絞ったカーテンの針金に大判のタオルのようなものがかけてある佐々木は急いでアパートの金文字色の扉を押して二階へ上がっていった いつもこんな早い時間に戻ったことがないので佐々木はかえって新鮮な清々しいものを感じて自分の部屋の前へ行った耳を傾けると炊事場で水の音がしている光ったノブを回すと狭いたたきの上にスウェードの茶革のハイヒールが一足脱いであって部屋の中に金具の立派な大きいトランクが一つ持ち込んであった マキー佐々木が弾んだ声で呼んだ炊事場のカーテンから「アロー」という声がしてピンクのパンツ一つの蒔絵がすんなりした裸で出てきた意外なところで意外なものを見るような気がして佐々木はしばらくそこへ突っ立っていた「私逃げてきちゃったのよ。あんたの都合も何も聞かないでごめんなさい」。 マキエは少しも気の毒な顔つきではなく素肌にフランネルの棒島の部屋着を引っ掛けると赤側のケースから銀の唐草模様にはめ込まれた鏡を出して化粧を始めている逃げてきたってまっすぐにここへ来たのううん、うん、タッちゃんのところへ10日ほど前からいたのよタッちゃんと喧嘩したから佐々木さんを思い出してきたの タッちゃんんはどこにいるんだい小田急の柿よってところにいるんだけどこのごろあの人働いていないもんでまた横浜へ帰ろうかって言っていたわマッケンジーさんのところは何かしくじりでもしたのかいしくじったりはしないけど私とてもあんな生活には疲れちゃったのよひざ小僧を出してお茶漬けを食べたいといった気持ちなの わかる佐々木は蒔絵のトランクに腰をかけて桜を一本出して加えたそして蒔絵にも勧めると蒔絵は急いで大きいハンドバッグから切り味の赤色の箱を出して佐々木の加えているタバコと取り替えてやったこれもマッケンジーさんのかい私の好きなタバコなのよ。 ねえ、時にお腹がすいたんだけど何か買ってきてよパンにぽってりとバターとチーズをつけてリプトンの紅茶でいいわ。佐々木はメモの紙を引き破って「パン一斤、雪印バター半ポンドクラフトチーズ半ポンド海心堂のパイとシュークリームを混ぜてハンダース」と書いて管理人の女中にこれだけのものを買ってきてくれるようにと頼んだ。 蒔絵は佐々木のベッドに寝転びしばらくタバコの煙を見ていたが心の中ではいろいろなことを考えているらしく詳しいことを一切話すと言っておきながら案外頑固に黙り込んでいたクリームで拭いただけの顔が酔ったように光っていた大きい唇にボタン色の紅を塗っているので派手な部屋着によく似合っていた 当分、ここにいてもいいてもああいいよ私自炊なんてできないけどこのアパートに食堂ってないかしらうまいものはできないが食堂はあるさ近所には肉を食わせる三河屋もあるしうなぎのうまいのは古い店で讃岐屋もあるしね君の好きなようにして暮らすさあら 私は今んところとても貧乏になっちゃってるのよ指輪や腕輪を売って当分のしのぎに当てるつもりなのあんまり贅沢はできないことよ言われてみると案外蒔絵の持ち物が簡単な様子だったしばらくして注文のものが来たので佐々木は炊事場でガスに瀬戸引きのやかんをかけてパンを切った マキーはベッドに寝たままで炊事場の佐々木に話しかけている私ねやっぱり貧乏人の子だって思うのよ贅沢ってものが案外つまらないもんだって分かったわまだマキーは若いせいかしらとも思ったんだけどそうでもないのねねえあのことで肌がしっくり合わないってこともあるけどヘトヘトに疲れちゃって 佐々木さんみたいにしっくりしないのほんとなの杉樽は及ばざるがごとしってねマーキーはおしまいには眠っちまうんですものそりゃあね私にだって理想化したものは何かあるはずなんだけどうまく説明ができないけれどちっとも気合が合わないのがいけないんだわせっかくのところでトレジョリーではうまくいかないわよモンセリ・マーキーったってうまくピントが合わないしね 眠った体を団子のようにこねられたってどうにもならないでしょ時々氷の水を飲まされるんだけど眠い時はもうダメ外出も滅多にしないでいい暮らしをしたって何にもならないって分かったわガラス玉の指輪か何かはめちゃってさしわくちゃの十円札を大切にしまってる頃の方がマキーは活気があったわよ もう一度メイゾンビューレに戻っちゃおうかとも考えたんだけど出たついでに面白いこともしてみていいと思ってタッちゃんところへ行ったんだけどタッちゃんとこじゃ七人かな内で話のほかの惨憺たる生活でしょ私のもの黙って持ち出しては売り払っちまったんですもの我慢にもいられやしないわね今にここだって君の気にはいらなくなるだろう。ここだって惨憺たるもんだぜ ええ、でも佐々木さんはいい人だしさ私がちゃんとあのこと教えてあげたんだもの懐かしいわ当分いてもいいでしょマーキーは今とても寂しくて仕方がないのよ10日も一人でいるとやっぱり人肌が恋しいんだし私ダメになってるのね体がもうそんな風にできちゃってるのね先のことなんか少しも考えないのよ 佐々木さんが奥さんでもいるんだったら私また本木へ帰るつもりだったほらあんたといつも目が覚めると窓の下でシャクシャクってアサリを掘る音がしてたでしょあの音が懐かしくてたまらないわ初めての晩稲光がしてさものすごい嵐だったの覚えてる覚えてるよそう覚えててね そんなことがマキーは嬉しいのよ。あんたあの頃何も知らなかったわねぼーっとしてたじゃない上手なお金のかからない遊び方を教えてあげましょうって言ったらあんた震えながら私に財布を出したじゃないの佐々木は柔らかいパンを不器用に切って紅茶の支度をして蒔絵のそばへ持っていった メルシー、Merci, 佐々木さんはいつまでもすれっからしにならない人ね私早くここへ来ればよかったわまっすぐ来てくれればもっと嬉しいねそう本当にそう思ってくれてるのパンにバターとチーズを挟んでやると蒔絵は華奢な指でつまんで 紅のついた唇を突き上げるようにして頬張った蒔絵は枕に片肘ついてパンを食べながら佐々木の顔を見ていた二人の間には一年以上の歳月があったせいか佐々木の風貌が少しばかり変化していてもうあの頃のような初う々いういしいところがない蒔絵は ふっと真面目な顔つきでじっと佐々木の顔を見つめるこの人も変わったと思ったマッケンジーの白い弧を吹いたような肌を見つけていた目には油光の下額際の薄汚れた肌色も寒々しいのだたった一年余りの間に若い男の風貌というものは変わるものなのかしら もう五六年も経ったらどんなふうに変化するだろうと蒔絵は佐々木の顔にそっと歳月の年輪を置いてみる「ねえマキは汚くなって?」とてもきれいだよ以前もきれいだったが今はもっとすごいほど美人だほんとかしらあれから一年経ってるのよ贅沢な暮らしをしてたからだろうけど 肉付きががっちりして肌がすべすべしてるねほんとかしら枕から肘を外して蒔絵は自分の腕を見つめたオパールをつづった腕輪が手首からずれて光った佐々木は熱い紅茶を吹きながら蒔絵の赤らんだ腕を見つめた部屋着の裾を割って 形のいい足が毛布の上に投げ出されているあれから佐々木さんにもいい人あって笑いながら蒔絵が聞いたあったにはあったさだけど別れちゃったどうもしっくりしなくてねどっちが悪いのさあどっちもどっちだろう親切にしてあげなかったんじゃない 女の人ってそれが問題だわ佐々木さんには元手がかかってるんだけど変ね指についたバターをなめながら蒔絵がポツンと言った佐々木は半年ほど前に別れた房子の痩せた体つきを思い出している新潟の女で神田の洋品店の売り子だったのを 佐々木はふっと見初めて自分の下宿へ連れてきたのだけれども初めの日からそれこそうまくゆかなくて2か月で2人の生活は解消してしまい佐々木はこのアパートへ越してきた新潟へ戻って役所へ勤めているらしいという風評を聞いたきり2人の間には別れて以来頼りはなかった。 蒔絵はパンを食べるだけ食べるとまたタバコに火をつけてパッパと口から煙を吐き捨てながら何とない後悔に似た気持ちを味わっていた二度と昔の人に会うなんて愚はしないことだと思っていた紺の背広に白いワイシャツ赤島のネクタイといったあの服装の佐々木の面影に惚れていたのかもしれないとも思った 手入れの行き届いた襟足の青々したところも好きであった今目の前に見る佐々木はブラシも当てない古びた杉屋への背広に疲れた絹網のネクタイをしていた襟足も馬鹿に汚いうっすりと鼻下にひげを生やしかけているのも油臭い感じだった生活の赤が突きかけている男には マキエは何の魅力も持たないのだ。たった一年でこんなにも男は変わってしまうものなのかと不思議であるハリボテの西洋式なアパートで板の上に薄べりを敷き病院の入院室に行けば見られるあの鉄製の白塗りの小さいベッドがあるきりがっしりしたマッケンジーの住宅を見つけた蒔絵の目には中学校の寄宿舎にでもいるような気がした。 こうしたアパートも場所がいいので案外高いのかもしれない夜更けて二人は窮屈な格好でベッドに入った野良猫を抱いて寝ているような気がして蒔絵は悲しい気がしていた長い間布団も干さないせいか魚臭い蒔絵は大きな湯上がりタオルを取って 布団の襟に当てた。あの特殊なミルク臭さ大きい体のロー・マッケンジーの面影が突然まぶたに浮かぶどうして落ち着いていなかったのだろうそのくせ少しも以前の生活へ戻りたい欲はなかった時々商船の音が風の加減で近々と聞こえてアパートの中も静かになった 明かりに紫の風呂敷をかけて2人は顔を寄せ合っていた蒔絵は目を閉じた観念してしまってあなた任せですと言った様子だった佐々木は昔の記憶を呼び返すような気構えで静かに蒔絵の耳に唇を持っていっただが蒔絵はそうした道順はどうでもよかったのだ 早く役目を済ましてぐっすり眠りたい欲望しかない耳に熱い息がかかり髪の毛に荒い指が絡まったところで何の反応も動いてはこない心が冷え切っていたあれから少しも進歩していない男の仕草が古ぼけて見える一週間ほど 蒔絵はアパートにこもったまま自堕落な生活をしていたがそのうち蒔絵はちょくちょく化粧をして出歩くようになり佐々木の留守にインド人を連れ込んでくるようになっていたアパートでも噂になり佐々木もそうした噂を耳にして不快ではあったけれども別に一銭も蒔絵に負担をかけられたことのない身であってみれば蒔絵に向かって不足がましいことを言うわけにもいかなかった 蒔絵はいつの間にか腕輪も指輪も売った様子だった時々蒔絵の郷里の千葉から蒔絵の弟がやってきては金を持って帰る様子も佐々木は管理人の女中から聞いた一か月の間に蒔絵はすっかりめぼしいものは売り尽くしてしまっていたインド人との間もなんとなく切れてしまったのか 蒔絵は12月に入ったある日気のみ気のままで出て行ってしまったきり佐々木のアパートには戻らなかった45日はそれでも戻ってくるかと佐々木は心待ちにしていたクリスマスが近づいても戻っては来なかったが銀座の洋服屋と近所の西洋洗濯屋とから佐々木のアパートへ金を取りに来たものがあって佐々木は蒔絵の借金を知り ボーナスをすっかりその払いにはたいてしまった佐々木が初めて蒔絵に会ったのは R 新聞の記者になりたてで横浜の支局勤めの時であった本目での優等をまだ知らないという佐々木を案内して同僚は出かけていった有力なある人の紹介があったのでメーゾンビオレという館に行き ここで売れっ子のマキーに佐々木,は会った木更津近くの漁村の生まれだというマキーは体格もよくパンのような小麦色の肌が佐々木の目を引いたマキーと一夜を共にするということはビオレのママさんの特別の計らいでもあったし童貞だという佐々木の門出を祝してのよなれた同僚の心遣いでもあったのだろう。 佐々木はマキーを知ってから、ほとんど毎日のように本木に出かけていき、マキーのペットのようになっていた。マキーが十一、佐々木が二十六歳であった。佐々木は家が大船にあり、その頃は自分の収入は自分だけで使ってもいい親がかりの身軽さから、かなり無理な借金も作ってはビオレに派手に通っていた。 マッキーに会って1年ぐらいもした時であったろうかマッキーはマッケンジーという古くから日本にいる富裕な貿易少年に見染められて見受けされていったマッケンジーさんはフランス生まれのエストニア人であるマッケンジー家にはメイゾンビオレからも2人ほどかつて見受けされていった女があったけれどもどの女もミツキとは続かないで家出をしたという噂があったので 家畜なマキーが言ったのではせいぜい1か月も満足には務めないだろうとボーイ仲間までもそんなふうに取りざたしていた佐々木はマキーがいなくなってしまうとふっつりと本黙への足を洗ったけれども折りよく佐々木は東京の本社勤めになり裁判所周りの仕事を受け持つようになったマキーのマキーはとにかく本黙の女から。 玉ののに乗ったのである自分の最初の女が自分の手も届かぬような豪奢な生活へ入っていったことは佐々木は寂しくもあったけれどまた心ひそかにそうした女を少しの間でも自由にできたということが得意でもあった別れてみると懐かしい思い出ばかりであったし別世界へ去っていった女だけにその生めかしい思い出は 佐々木の胸をいつも温めてくれていた大船の実家も父が亡くなり兄夫婦が後を継いだので佐々木は東京で下宿住まいをするようになり点々と下宿を変わっていった佐々木は妙な計画を立てていてある期間は徹底して金銭を節約して安い下宿に住むことにしていたし そこで幾ばくかの貯金ができると麹町辺りの小ざっぱりしたアパートを探してそこでまたある期間贅沢に暮らすことが佐々木の理想であったちょうど蒔絵が訪ねてきたのはこの贅沢な期間のアパート住まいの檻りであったのだ蒔絵がいなくなってからの佐々木は気が抜けたような寂しい日々が続いていた。 正月も越してもとうとう蒔絵はアパートに戻っては来なかった佐々木はそろそろ贅沢の金も尽き果てようとしていたので郊外の安い下宿を探して引っ越しをしたいと思っていた電車やバスで似た女に会うと佐々木は自分の目を疑いながらもその似た女のそばへ人をかき分けていったりした違っていることが分かっていながら がっかりした気持ちでその似た女をしみじみと正面から眺めていた荷物を置きっぱなしで何の頼りもよこさない蒔絵の薄情さがわからないのだった千葉の木更津までは分かっていてもはっきりしたことは知る由もなかった同じ本木の女の仲間であるたっちゃんの居所もただ小田急の柿雄だというきりで 佐々木はところ番地を聞いてもおかなかったのだ。かげろうのように淡い女の心汰が佐々木のような男には何ともげしかねることである。キツ,ツキのようにどこへでも穴を開けてそこへ物を置きっぱなしていく無欲な放浪の女心が佐々木には羨ましくもあった。あのたくましい体一つあればあの女はその日から食ってゆける力があるのだ。 自分の荷物がどうなっていようと何の未練化もない蒔絵のさばさばとした心の趣が佐々木には不思議でもあり魅力でもあった春になるまで佐々木は弥生アパートで我慢して蒔絵を待っていたがとうとう金が続かないので佐々木は雑司ヶ谷の岸墓人近くの学生下宿に引っ越していった。 観光が落ちたら日課事変も一応ピリオドがつくかと期待していたのだけれども戦いは重慶にまで伸びていって小政権を相手にせずというふれまで出したりしては誰の胸にも市松の不可解さがよどんでいた佐々木は時々安い女を買ってその時々を過ごしていたけれども結婚をしたいという気は更になかった 下宿も真鯛だけ払うことにして食事は外で行き当たりばったりに過ごしていた岸母人の下宿へ越して4月の月を迎えたある日突然蒔絵からの葉書が,が弥生アパートから改装してきた久しくご無沙汰しましたいろいろとお話もありますけども私の荷物をついでの時に 表記の場所へお届けいただければ嬉しいですという文面である下手な字で走り書きしてあった「本庄石原町木村何頭方」とあるところ書きを見て佐々木は妙なところにいるものだと思った本黙のどこかにいるのではないかと思っていたのだけれども本庄石原町とは意外な場所であった時いじと地虫のなく頃で 上野の桜も小金井の桜も案外早く咲いてちょうど今が見頃だという新聞の花だよりが戦争の派手な記事の中に片隅に小さく載っていた佐々木はそうした台頭とした花がすみの日曜日に蒔絵のトランクを肩に担いで江戸川へ出てやっと円卓を探して本庄石原町の蒔絵の奇遇先を訪ねた。 石原町の市電の停留所近くで円卓を止めて赤レンガの銀行の角を曲がり酒屋と古着屋の路地を回って訪ね訪ねてやっと長屋建ての木村何がしの家を探し当てることができたガラスの壊れた格子には内側から黄色くなった新聞紙が貼ってあった紐の切れたすだれがばらりと 壊れたまま窓に吊り下げてあり手押し車のような乳母車が窓際に出してあった師を開けるといつか会社へ名刺を持ってきた女が汚れたエプロンをして出てきたどこかへ出かけるところと見えて肩には「大日本国防婦人会」と赤い文字の入った汚れたたすきをかけていた佐々木の姿を見ると 女は急いで2階に駆け上がりパタパタと片付けている様子だったが2階から大きい声で「旦那どうぞ2階の方へお上がりなすって」と呼んだ。トランクを上がりかまちに置いて佐々木が靴を脱いで2階へ上がると2階の窓が開いていて軒先に見覚えのある縫いのあるピンクのパンツと人権の薄汚れた白いシュミーズが干してあった。 女はすぐはしご段を降りて行った。近くに工場でもあるのかガソリン臭い匂いがしていた佐々木は部屋の中を見回している真っ黒い金具のついた古びたタンスがあり角の破れた竹氷が壁際に押し付けてあった押し入れは破れて中張りの新聞紙がはみ出ている。 畳は黄色く変色してつやもないしばらくしてはしご段を上がってくる気配がした壁やはしご段をモソモソとなでつけるような音がしてその足音は一向に墓かばかしく二階に上がってはこない佐々木は子供でも這いながら上がってきているものかと思っていた やっと二階へたどり着いた足音の方へ佐々木が何気なく目をやると色あせたネルの着物を着た大柄な蒔絵が手で壁をさすりながらそろそろと部屋の中へ入ってきた佐々木はぎょっとして蒔絵の姿に目を見張った見る影もなくやつれていた痩せてるわけではなかったけれども あまり変わり方が激しいので骨ぼねしい感じに見え違う人ではないかとさえ思った「真木どうした?」佐々木は立ち上がってかばってやることも忘れてあっけに取られていった「いらっしゃい遠いとこわざわざすみません」「どうしたんだいったいええ私目が悪くなっちゃったのよ。 まるで目の先が湯煙立ってるみたいでうっとうしいっちゃないのよ佐々木の前に座った牧江は目のうっとうしさのゆえか顔を横にしてうつろな目を窓の明るい方へ向けた性病から来る一種の眼病らしく「なんとか縁」だと難しい名前を牧江が言ったけれども佐々木はあまりの変わり方に気も転倒して何から尋ねていいのかわからないのだ 蒔絵のことだから幸せには暮らしていることだと信じていたどんなところにいてもあの美しい若い肉体さえあれば蒔絵の不幸せはありっこはないのだとむしろ幸せであるに違いない蒔絵の生活を佐々木は妬ましく羨ましくさえ思っていた佐々木さんのところを出ていろんなことがあったのよ 私わざと悪いことばっかりしていたの2月から急に目が悪くなってしまってこんなになったものだから知り合いのここへ来て医者に通ってたのよ治るには治るんだそうだけど左の目が視力が弱くなるだろうってお医者さんが言うのちっとも知らなかったよインド人の人と一緒だったのかいああ ダイヤモンドのバンドドののバ人ね。ほんの少し一緒だったんだけどあの人とは喧嘩して別れちゃったわ私芸者になって五反田で働いてたのよなんだかね胸の中を風が吹くみたいなの寂しくて毎日お酒も飲むしどんな人とでも寝たし破れかぶれになったのね 佐々木さんのところにいた時はまだ幸せだったけどでも私わがまま者だから行きたい方へ歩いていっちまったのねそれでこれからどうするんだ蒔絵は何の表情もなく明るい方を見ているその横顔に昔のなまめかしい面影が少しばかり残っていた 佐々木は本黙時代のマキーやマッケンジーさんのところへ行った頃の豪奢なものを身につけていたマキーの面影を思い出して現在目の前にいるマキーの哀れな姿には何とも納得しかねるものがあった慰めようもなかったけれどもマキーはまた少しも悲しそうな様子でもなく昔からこんな生活だったのだといった当たり前な表情で荷物を持ってきてもらったんですってね おばさんんがハガキを出したんですって。私もうあんなものなんかいらないって思ってたし欲しくもなんともなかったんだけどおばさんが「惜しいじゃないの」って言ってねはがき出したのね佐々木さんにこんなところへ来てもらうなんて思いもやらなかったわうんそりゃあいいけどさ金はいるんだろ蒔絵はうつろな目を佐々木の方へ向けて 眩しそうに長いまつげをまばたきしながら「お金っていらないわ私よくなったらまた働くつもりなんですもの」。佐々木は驚いてしまった「まだこの上働くつもりなのか」と「働くってどこ行くんだと聞いた「吉原なのよ」。佐々木は黙って蒔絵の目を見た。 そんなにひどいとは思われなかったが目の中の白いところが赤く濁っている「吉原なのよと」とまるでそこいら使いにでも行くような何気ない言い方なのが佐々木の胸を締め付けたけれども変わり果てた蒔絵の姿を見ては佐々木は白状のようだけれども以前のキ絵へ対するような情も消えてしまっていた昔のキ絵ではないのだ 槙江が佐々木のアパートに最初に泊まった夜一年ぶりで見る佐々木の変化にがっかりしたような冷たさを佐々木もまた今は槙江に感じていた少々は面倒を見てやらなければならないかなと思いながらも佐々木は早くそこを出たい気がした汚れたメンネルの着物を着てパーマもしない髪をぐるぐると襟元で留めているせいか病人らしく見えた。 この女と、かつては本目のホテルで面白おかしい夜々を送ったことなど信じられないどうしてマッケンジーさんの家に落ち着く気がなかったものか不思議だったし自分のところへ来てもいくらも落ち着かないで逃げ出していったりする女心が佐々木にはどうしても不可解である蒔絵が案外平気でいるので佐々木も曖昧に自分の思いを取り繕っていた どうして吉原なぞへ行くのええでもここのおじさんやおばさんにとても世話になってるんですもの私治ったら吉原へ行くって約束でここに置いてもらってるもんですから佐々木はほんの一瞬目頭が濡れたけれどもすぐ財布を出して二十円ばかりの紙幣を牧絵の手に握らせてやった。 夏には行きますからあの辺りを通りかかったら寄ってみてね栄えろって言うんですって2枚の十円紙幣を4つに折って蒔絵はぐざぐざに締めている伊達巻の中へ挟んだ佐々木は吉原と聞いて心の底では嫌な気持ちであった何にしても本木のすみれの巻といえば相当の流行りっ子であった女が そんなところにまで少しずつずれていく生活が佐々木にはわびしく思えた佐々木は本目を高級なところと思い吉原を品の悪いところと断じていたし旅をしても日本旅館へ泊まることよりもホテルと名の付くところへ泊まってベッドに寝る趣味を彼は持っていた本庄石原町のゴミっぽい長屋住まいにまで落ちぶれて目を患っている薪を見て 佐々木はもうこれが蒔絵と会う最後だと思った佐々木は6月になって間もなく社会部に変わりまた麹町の登場写真館の近くの右京ホテルというのに引っ越していった戦争はいつ果てるともなく作覚とした世相に変貌して少しずつ物資の統制も厳しくなりかけてきていた 佐々木は靴下の破れたのやパンツの古くなったのを新聞紙に包んでは掘割りりの中へ捨てる習慣を持っていたけれどもこうしたものもたやすくは求められない時代になり佐々木は替えのないことに困り果てて暮らしていたウコンホテルではホテルの主婦に頼んで食事付きにしてもらい以前のような贅沢はできなかったけれども 食事のためにアクセクトすることがないだけマシな生活だと思えたその頃佐々木はすっかり蒔絵のことなどは念頭になく夢に見ることもなければ思い出すこともなかったのだ割合自由なのんきな生活を楽しんでいた社内でも出生がポツポツと続いていたし出生逃れに戦場へ特派されることを志願する者も増えてきていた 佐々木も辺りの雰囲気を考えると出世の赤髪が来るまでじっとしてはいられない気がして自分もまたそれとなく先輩に依頼して回っていた落ち着きのない慌ただしいその日その日ではあったけれど佐々木は結構一人の生活を何とかエンジョイしていたし酒も飲み女も買ったムシムシする暑い日である。 23人の同僚と一緒に佐々木は浅草に行きオペラ館で酒と兵隊とかいった喜劇を見て踊り子の品定めなどをしながらかっぱ橋近くの行きつけの飲み屋で酒を飲んだもうそろそろ防空演習の激しくなりかけた頃でその夜もかっぱ橋一帯の民家は明かりを暗幕で暗くしていた時々明かりの漏れる家の前で 警備員がメガホンで口汚く罵っていたそのくせ月夜なので広いアスハルトの道は川のように白く光っていた佐々木は酒に酔いながら小さい声で軍な謎を口ずさんでいたがよろよろと表へ行き防火水槽の横で股を広げたいい月夜だった家の屋根屋根が濡れていた アスハルトの熱気が夜風にあおられて生ぬるく頬に吹き上げてくるいい気持ちで夜風に吹かれながら用を足していると佐々木はふっと蒔絵のことを思い出した「なんとか言ったなああ栄楼と言ったなと」とふと蒔絵を訪ねる気になり佐々木は裏口から小女に カバンとパナマ帽子を取ってもらうと同僚には黙って吉原の方へ月夜の道をほつほつ歩いた思いがけない路地口からバケツを下げた女が二、三人で笑いながら走り出たり引っ込んだりしているのにぶつかったりした吉原というところは佐々木には初めてであった桜並木を中央にして 古風な義郎があるのかと佐々木は空想していた涼みがてら歩いている男に佐々木はニヤニヤしながら吉原の所在を聞いたりした吉原へ来てみるとここも防空演習中と見えて暗かった時々扉を開けて出入りする日焼かし客のあるたび青い光が道へ流れた 佐々木はある大きい議論の前で「栄楼というのはどの辺にあるか」と聞いてみた年を取った男は知らなかった佐々木は通りすがりの女中風な女に丁寧に尋ねてみたその女は「私もその近くまで行きますから一緒に行ってあげますわ」と気さくに先に立って案内してくれた明かりがすっかり消えているせいか 古風な城下町でも歩いているように見えこんもりと続いた屋根瓦がピカピカ月に反射して静かな通りであった一人では迷ってしまいそうな路地路地を抜けて「ここが酒井さんです」と言われたのは佐々木が空想していたような大きい議論ではなかった蒔絵のことだから一流の店にいるものとばかり考えていた佐々木にとって 二階建ての小さい栄楼なのが背負い投げをくらったように意外であった。軽いガラス戸を押して中へ入ると、一松天井に電気の傘に黒い布を巻いたのが下がり、五枚ばかりの大きい写真が壁にずらりと並んでいた。写真の前には竹の手すりがしつらえてあった。 やり手のおばあさんらしいのがすっぽんのように背を曲げてうちわで足元の顔をたたいていた「いらっしゃい旦那いい子がいますよおなじみさんでもおありですかね」田舎なまりで写真を見ている佐々木に早口に話しかけてくる佐々木は蒔絵の源氏名を聞くことを忘れていたので5枚の写真をいつまでもじっと見つめていた 初めてですかね。うん。今日は防空演習でねお茶ひいてるのが多いんですよ旦那佐々木は返事もしないで写真を眺めていたがどの写真が蒔絵の顔なのかさっぱりわからないこの頃起来た子で蒔絵ってのはいないのかいこの頃起来た子で蒔絵さんああ柄の大きい子でしょうが西洋人みたいな顔した ああ、そうだそうだきっとその子だよばあさんはうちわで胸をあおぎながら「玉優さん」って言うんですよまだ来たばかりで写真もできてないんでね佐々木はこうした家のシステムも何も知らなかったけれども気を利かしたつもりで一円札をばあさんの手に握らせた佐々木は2階へ案内された いいかにもみすぼらし義郎というよりはバスへのそば屋の2階といった感じだったそれでも座布団だけは水色の麻の座り心地のいいのを出してくれた部屋数もいくらもあるという家ではなく隣の部屋もふすま一重であった隣の部屋にはもう泊まり客があると見えて をつる缶の音がチリチリとなっていた鼻薬が効いたと見えてさっきのばあさんが蚊取り線香と冷たい茶を運んできた今ゆうさんすぐ来ますからね佐々木はばあさんの言葉のなまりをどこのものかと考えている部屋の隅に置き床があり ポポンポンダリアがなえたように花籠に生けてあった普通の家を改造したと見えて壁には雲置きの水色の壁紙が所構わず張り巡らしてあって天井だけがすすけた黒さだったここにも窓は光った暗幕が下がり明かりも暗くしてあった何か小声で言って廊下に足音が止まった むっとするほど暑いので佐々木は灰色の上着を脱いだすっと障子を開けて派手なメリンスの一重を着て白と桃色の手綱のしごきを大きく広げて前へ垂らした女が入ってきた蒔絵だったまだ幾分目が悪いのかしばらくは佐々木が分からなかった様子だったけれども「おい僕だよ」と佐々木が声をかけると 蒔絵は「まああんたなの?」と言ってそこへぺったり無造作に座った「今夜はムシムシするわね」「よく訪ねてきてくれたとも言わないでムシムシするわね」と言われて佐々木は妙な気がしていた「ずいぶん探したんだぜ」「そう昼間だと。 お湯屋の角を曲がればすぐ見えるのよ、と、長い間のぶさたをわびるでもなく、何でもない風な話しぶりである。目はもういいのかいええ、とても軽くなったの。この頃ね、私ね、肩に針を打ってもらってるもんだから、針を打ったせいか、とても目が軽くなって、右の目はよく見えるようになったわ。 マーキーも面白いところに来てしまったね。そうかしら、気楽でいいのよ。あんた今どこにいるのやっぱりあすこあそこって四つ屋のアパートはとっくに引っ越しちゃって、もう三軒も変わったんだぜ。マキーは黙って床の間のポンポンダリアのそばから霧の門のすかしのある内輪を持ってきて、一本を佐々木の前へ置いた。 自分もうちわで袖の中へ風を入れながら「止まっていってね」と小さい声で言った朝佐々木が目を覚ましたのはかなり日が高くなってからであるがやがやと枕元で声がするのでかやから頭を出して枕元の吐き出し窓から往来をのぞいたあまりムシムシするので ゆうべはこの吐き出し窓を開けて眠ったのだカッと日の照り返った道に国民服を着た男や白いエプロンに国防婦人会のたすきをかけた女連中がめいめい日の丸の小旗を持って後ろ姿を見せて並んでいるミシンを据えた洋服屋らしい店先に小柄な坊主狩りの男が日の丸の旗をたすきにしてビール箱の上に立っていた 日差しの方に向いて何か喋っている顔がひどく青く見えるその男の後ろに細君や子供や兄弟らしいのがかしこまった顔でうなだれていたビール箱の上に立った男は言った「メッシ奉公のために粉骨再身の覚悟でありますいずれさまもこの暑いところ負傷・民や大五郎のために 陸属と町内の方々お集まりくださいまして心から感謝いたしまする次第でありますペコリとおじぎが済むと酒に酔った太った男が列の中から前へ出て佐々木の覗いている吐き出し窓の方へ顔を向けた佐々木はぞっとしてすぐ首を縮め汗臭い布団へ引っ込んだ蒔絵は口を開けて眠っている 浴衣の袖がまくれて肩がむき出しになり案外薄暗い部屋の中では玉ねぎをむいたような肌に見えた佐々木はタバコが吸いたかったので蒔絵の枕元にあるタバコの箱を引き寄せたもうクズばかりになった刻みタバコの中へ安物の新しいキセルが突き刺してあった吸い口を浴衣の袖できつく拭いて 佐々木はそれへ煙草を詰めて二三腹吸った。幾度も大きい声で「民や大五郎君のために」と演説口調が聞こえていたがやがて「万歳万歳」のどよめく声が聞こえた「<laughs> ああ、うるさいったらないわね寝られやしないわ」蒔絵が肩をポリポリかきながら寝返りを打っ 佐々木にとっては蒔絵と寝ていることに何の感動もなかったただそこにいるというだけのことである汽車の時間を待ち合わせているような空虚な時間が過ぎていくだけだやがて蒔絵も腹ばいになりキセルを引き寄せた「今日も暑いわねうん私お腹すいたわかぼちゃの甘いのが食べたい」 まだかぼちゃの出盛りには早いだろうそうかしらね佐々木は別に急ぐ気もなかったそれかといってここにべんべんとしている気もない本木の朝アサリを掘る音がしてたね私冷たいうどんが食べたいわ。 マッケンジーの現在は昔のことなどどうでもいいのであろうタバコの煙をふっと吹きながら佐々木の顔を見たのりのきかない湿ったかやが暑苦しいいつまでもこんなところにいちゃ体を悪くするんじゃないかいマッケンジーさんのところにどうしてマキーはいなかったんだろうね どうしてってどうでもいいんだものあのね高いところでふわふわつり下がってたら涼しいでしょうね飛行機の中って涼しいかしら目が回らない佐々木も飛行機には乗ったことがなかった毎日毎夜激しい飛行機の音を耳にしていても習慣になって飛行機のことなんか考えもしない 佐々木はその日から二、三度栄路に上がり蒔絵を呼んだがもう飽き飽きして吉原へ行くことも自然にいつかふっつり足が遠のいていた戦地に特派されることを願っていたが一向に戦地へ行ける様子もなく月日が経ち転々と引っ越しを続けているうちに昭和16年を迎え太平洋戦争の始まる前の月の11日に 佐々木は赤紙をもらって宇都宮から朝鮮に渡っていった二等兵であったプサンでいくつも南方行きの船団が組まれて佐々木も毎日敵前上陸の訓練を受けていたけれども佐々木は死ににに行くようなそうした訓練を受けることが嫌で一度教わって仮病を使ってみた軍医の前に出ると さすがに胸が激しく波立って顔面蒼白となり倒れそうな恐怖に襲われたが若い軍医はドイツ語で何か言って佐々木は病院の方へ一時回されていった1週間も病院住まいをしているうちに佐々木の部隊は関東へ出発していき佐々木は別の部隊に編入され京城へ行き法天へ行き牡丹ンへと転々と場所が変わっていった 太平洋戦は少しずつ戦勝の気配が狂いだして20年の8月佐々木はボタン港から北へ入ったポーチンというところで終戦を聞きすぐその夜のうちに10人ばかりの兵隊と一緒に部隊を脱出して南下する汽車を見つけては乗り継ぎ乗り継ぎで6日間でプサンまで戻ることができやっとの思いで病院船に乗る混戦の兵士たちと一緒に文字へ着いた。 内地へ足を下ろした時佐々木は夢のような気がした二か月ほど大船の兄の家に身を置いて佐々木はまた R 新聞社へ戻ることができた当分の間は遊軍のような形で自分の椅子があるわけではなかったけれども佐々木はそれでもホッとする思いだった生きて戻ったことに別に感動もなかったけれども それでも佐々木は脱出の時の怖い夢には時々うなされていたほんの一瞬の運命をらえたのだから佐々木は間もなく細君をもらった大して器量のいい女ではなかったけれども田舎育ちなので体は丈夫であった終戦後 思うような下宿先がなかったので佐々木は大船の兄の世話で千台議長の八百屋の2階を3ヶ月だけの約束で借りたのだけれどもこの八百屋の細君の妹が仙台から手伝いに来ているのに出会い佐々木は無理やり三つという細君の妹を嫁にもらった26歳で戦争未亡人だということだったが子供がなかったせいか 陽気でいつもニコニコ笑っている女であった肌が白くてムクムクとこえてバカに尻の大きい女だったので丈夫そうなのが佐々木の気に入った佐々木の戸籍に初めて妻・三つの名前が記入された田舎で青年学校の裁縫を教えていたとかでつくろいものをするのも上手で 佐々木はいつも固く続くった清潔な靴下を履かされるようになり冗談話に昔はこんな破れ靴下なんかじゃんじゃん川へ捨てたものだと言うとだからあなたはだらしがないんでございますよ今そんなのが残ってたらとてもこんなに不自由しないで済むんですのにもったいない人ですわねと三つは心からそうした自楽さを悔しがるのである八百屋は儲かったのか 1一年もすると代々木の駅の近くに辞書を買って二階屋を建て以前の土間の広いひるぼけた家は佐々木夫婦が留守番の形になってしまった三つと一緒になった翌年の秋男の子が生まれたその年は終戦後初めての法然であったので子供の名前に実るとつけた。 ある日佐々木は船橋まで所要があってお茶の水まで行き船橋行きの電車をホームで待っていた割合ホームは空いていた電車がなかなか来ないのでぼんやり虹橋の下の深い包みの辺りを眺めていた佐々木のそばに「どっこいしょ」と大きなリュックを下ろした女があったので佐々木は見るともなくその女の方を見下ろした どこかでで見たた。ような顔であった女もひょいっと佐々木を見上げた寸詰まりの背広に灰色の取り打ち帽子をかぶった佐々木の顔を女はしばらく見つめていた女の髪はだいぶ白くなって油っ気もなくほうけている渋茶色の乾いた顔に小さい鼻があり鼻の下に大きいイボのようなほくろがあった ああ、マキエさんとこのおばさんじゃないですかまあ旦那ですかねさっきからどこかでお見受けしたような顔だと思って誰だったろうと考えていましたよ女は立ち上がって丁寧に小腰をかがめたマキエさんはどうしてます佐々木は懐かしさが胸にあふれた 今までね八王子の方におりましたんですがやっと元の石原町へ掘ったて小屋を作りましてね今そこにみんなでおりますよ何しろ3月9日の下町の空襲でねあの辺一体火の海でございましてね私も連れ合いをなくしますし真木さんは吉原であの大火にあってあなた急に火を見たもんで気が変になっちまいましてねいまだにブラブラしておりますんですよ ほう気が狂ったの。はいまあこの頃はどうやらそれでもよくなりましてね。この分ならまず暮れ頃には働くこともできるだろうって思ってるんですけどあなた一時は手がつけられませんでしたね。ちょっと毛色の変わった方を見ますと飛びついていったりするんですよ。あなたまるでもうお話になりませんでしたのです。私たちも一度は松戸の知り合いへ難を逃れておりましたんですが。 木更津にも牧さんが戻ってないって言うんで吉原の焼け跡へ行ってみて初めて坂井の避難先が分かりましてね本郷の根津に坂井の神さんのお姉さんが世帯を持っててそこが焼けませんものですから狂人になった牧さんもそこへ連れられておったんですよまあ治りそうもないってんで私がひとまず松戸へあの人を連れて行きそこも思わしくないもんで八王子の弟のところへ連れてきましてね 毒ダミを飲ませるやらあちこちの神参りしたりしましてやっとまあこの頃良よくなったんでございますほうそりゃあ大変でしたね旦那は戦地の方へはいや16年の11月に出征して終戦になるとすぐ戻ってきましたまあやっぱりね でもまあなんですよお見受けするところお怪我もなくて何よりでございますね人の話では東京の方が戦争は激しかったなんて申しますが早く手を挙げなければ原子爆弾に見舞われるところだったそうで何にしましてもあなた負ける時には早い方が怪我が少なくてようございますよね佐々木は長い間蒔絵のことを考えたこともなかったのだ すっっかり忘れ去っていた急に蒔絵のおばさんに会っても記憶の薄れかけた蒔絵の最後の顔は思い出せなかった本黙時代の華々しい派手な蒔絵の笑い顔だけが鮮やかにまぶたに浮かぶだけだあれからずっと戦争が激しい頃まで吉原に勤めていたのかと不憫だった蒔さんはいくつになりました さあ、31かかでございましょうかね。みんな焼けてしまったんじゃ何にもなりませんよ。マキさんも気の毒な人でして木更津の家もお父っつぁんが飲んだくれでお母さんが違いますしね5人も下に小さいのがあるんで四十マキさんが体を張ってかなくちゃならないんであの人も苦労の指導士なんでございますよ。まあどんなにつらくてもつらいなんて一口も言ったことのない明るい人でしてね。 あの人のお父っさんは大工さんですからこの時世にはいくらかいいんじゃないかと思いますんです時々魚なんか届けてよこすようになりましたからまあ前よりは少しはいいんだろうと思っております本人もねよくなったら働きたいって言ってくれてますけどこの説は昔と違い昔の吉原のようなこともないんだそうですから本人も屋台のおでん屋でもしたいなんてね言っております ですがどうにもなりませんそれにしたってこの説ちょっとやそっとの元でじゃあ商売もできませんしねゴーゴーと東京行きの電車がホームへ入ってきたがおばさんは急いで乗るふうでもなくぼんやりと電車の扉の閉まるのを見ているどういうもんですかあなた中にいました頃ね いい旦那もつきかけてたんですがね本人の方が長続きしないんでございますよあんな変わった顔ですからなんですね酒場かダンスホールにでも行けば似合うんでしょうけれどもう年も年ですしからっきしおしゃれの毛もなくなってねこの頃は弟の子供の森なんかしてるんでございますようちの弟は今屋根屋をしてるもんですからまあなんとか今のところはいいんでございましてね これもやっぱり本所の私の家の近くにいたもんですから小さい家を建てましてねそこへ真木さんに時々手伝いに行ってもらってるんですけれどどうもあんな病気をした人ってものは季節の変わり目には気鬱症になりますんですかどうもいけないんでございます私のとこもいつまでもってわけにもいきませんしね考えてるんでございます佐々木は 子供を背中にしてぶらぶらしている大柄な蒔絵の変わり果てた姿を想像していたおばさんと蒔絵さんとはどんな知り合いなんですはいまあ亡くなった連れ合いが口入れ業みたいなことをしておりましたんで蒔さんの面倒も見るようになりましたんでございますああそうだったのかと そんなところを誰の手づるで探していくようになったのか麹町のアパートを黙って逃げ出してからの蒔絵の行動が今頃になってふっと佐々木に納得がいったまたゴーゴーと電車が入ってきた「これから秋葉原へ出るんだ」と言っておばさんは大きいリュックを担ぎ上げて揺すぶり上げると顔を赤くして力みながらいつまでたっても買い出しでね 旦那、以前のところでございますからぜひ一度お近いうちにお尋ねくださいますよ。真キさんも喜ぶでございますよ。本当にぜひおいでくだすってね。旦那はやっぱり前の新聞社にお勤めでございますかね。ああじゃあ失礼いたします。ぜひ本当にどうぞおいでなすって。電車の扉が23度緩く開いたり閉まったりした。 バレーショでも入っているのか相当疲れたリュックがぼこしていてリュックを絞った口からごぼうの茎がはみ出ている佐々木はさっきからポケットの中で3枚の百円札を汗ばむほど握りしめていた少しだけれどもマキーにやってくださいというつもりでいつ出したらいいかと機会を考えていたけれども電車がゴーゴーと入ってきたのを見て 佐々木は気が変わった。どうせ行ってしまう人だ三百円の金を持たせるのも少し惜しい気がしていた行ってしまう人だすべてがどこかへ遠くの記憶の向こうへ消えていってしまう佐々木は電車の走り去ったのを見送っていたもう後を追うわけにも行かない 電車は行ってしまった蒔絵に300円やらなかったことについては少しも心をとがめるようなものが残らない佐々木はどうしたことだろうと思ったおばさんに会った時は会いに行ってやりたい気もあったけれどもおばさんがリュックを背負って電車で行ってしまうと佐々木はもう蒔絵のことなどどうでもよくなっていた。 秋の風が冷たくホームに吹き上げているよどんだ青い水の上に尾の白い小鳥がには飛び交えていたなかなか電車は来なかった眼鏡になった聖橋の高い橋の上を進駐軍の帽子が昼の日を浴びて飛ぶように歩いている佐々木は 汗ばんだ三百円で牛肉でも買って帰って久しぶりで栄養をとりたいと思った。